戦は、戦国時代初期の英正8年7月26日から8月10日まで、摂津国無古軍の高尾城と芦屋河原の周辺で行われた合戦。細川住本軍は軍勢を2府にして、新軍。一方が、阿波より境に上陸。7月13日に、深井城の合戦となり、もう一方が兵庫に上陸、芦屋河原の合戦となった。 別名や視がわらの戦いや高野城の戦いとも呼ばれている。細川住本像英翔4年の英翔の作乱で、室町幕府官僚慶長細川家の後目をめぐる、内紛が起き、英翔6年の匂いヶ岳家の戦いで、細川高国、大内吉岡連合軍が勝利し、高国が慶長矢の当主になったが、住本軍は、阿波に帰国し再び上落の機会を計画していた。 英称8年5月1日、高尾城の築城をめぐる、小規模な戦いが起こった。景気は高国が悲観であった国人の河原林、正よりに築城を命じたことに始まる。高尾周辺は、阿波から慶に向かう進路にあたり、住本の進路を塞ぐ意味で築城を計画したが、古来より西国との交通の要衝でもあり、 肥沃ななだ筋を抑える意味でもここに進出したものとも思われる。しかし、同地域近辺のなだいさとには、武家の封建権力に抵抗していた層があり、検問の所領荘園であることを口実に、守護の命にも従わなかった。なだいさとには地侍が3000名とも4000名と,もいたと、森田と河原林正より記には記され、彼らが同地域を支配していた。 高尾城の築城により、正よりの支配を好まない名伊佐とは、多年にわたり風和であった、本城州、西宮州と同盟を組み高尾城に対抗する、動きに出た。この動きを察知した正よりは、高尾城より、売って二十四人を出し、5月1日に正よりと、同族でありながら住元方であったと見られる、中心人物を討ち取った。この政は、本州に対して、 高国の命に従わずうってに敵対した処罰として、高尾城の外堀を作らせ、田畑を耕す用水を研いでかけるように命じた。用水を取り上げられることに、納得のいかなかった、本城州は、5月6日に、奈良、伊佐都州の応援を得て2戦で攻め寄せた。高尾城に詰めていた23名の寄木州は人髄を、のみ、 主力の本城州300名に突入し24名余りを打ち取ると、本城州は敗走しこれを見た他の寄せては、逃亡してしまった。細川高国蔵高尾山城、足屋城と、周辺地域の空中写真この方を聞いた住元は、挙兵を決断することになる。まず6月に、大江に退避していた前将軍の足利義澄と、こうして、 四国の兵を集めて刑を挟み撃つ手筈を整え、摂津文軍守護の細川政権と泉半国守護の細川元常を総大将に任じ、7月7日に、堺に上陸し、不い上に陣を張った。これに対して高国は、摂津国人州の池田市、伊丹市、三宅市、茨城市、愛市、福井市、大田市、入江市、高槻市の総勢2万に出陣を命じ、 同月十三日に、不海城に攻めかかったが敗れ、住本軍は、中島城まで攻撃した。淡路守護の細川昌春が総大将となり、兵庫に上陸との連絡が入ると、高尾城の正よりは高国に中心。高国は、馬回り州として、柳本宗を、畑の元清、野瀬より豊、荒木大輔ら三十四名と、援軍三千を派兵して、足や浜に婦陣。 正よりは高尾城を中心に山形を固めた。昇春軍には、名田伊佐の地侍衆が加わり、7月26日に戦闘が開始された。高国の援軍は芦屋川の河原で衝突し、正よりは山形で戦闘になったようである。この時の戦闘の様子は、枕枕立、地屈追われ花火を、チラシ戦とありかなりの激戦であった。またこの時、 マサヨリの一族と思われ、墨元方に組みしていた、河原林シ五郎なる人物が、高尾城へ詰め、外城を落城させたことにより、墨元から感情が称されている。本城は山頂にあった、四角部分、山麓には、外構えが形成されていたとしている。高尾城の外城は落城したが、マサヨリは勝ち抜き、昇春軍の204人を討ち取った。 その後追撃戦となり、有馬郡湯原村まで追い立てた。一方、隣国張馬の守護であった赤松吉村は義母のほら松院が細川勝元の娘であったことから、住本方についていた。また、住本の兄の阿波守護細川の持ちは、吉村の姉婿という縁もあり、高国とは敵対関係にあった。そのような間柄により住本は援軍を、要請。 8月上旬に吉村は、五儀城を出発し、加古川周辺で軍勢を整え、廃山していた、昇春、灘久と連合軍と大倉谷周辺で合流、8月5日に、兵庫浦に到着した。この時の総数は2万ほどであった。8月8日には、高尾城を包囲、翌9日より戦闘が開始されたようである。赤松軍は、坂下に、 高き騎士とも言わず、息もさせず攻め立てたとある。戦闘は10日間続き、白型は何回も応戦したが、死傷者が3000名出た。翌11日には、日攻めがあるという噂が流れ、正よりは、会場を、決意、10日夜に城兵を引き連れて、痛み元タスクの夜痛み城に退却した。赤松、昇春、灘伊佐連合軍は、高尾城を、 直ちに占領、米、戦、兵具を略奪市場に火をかけたようである。高尾城落城の様子を聞いた、三条西實高は、世城暗記知り形し、序何になと記しており、この戦いは京の暗記にも影響を与え、憂慮していることがうかがいしれる。その後、赤松軍は正頼よりが逃れた、伊丹城を行為。 正サよりは手勢を伊丹城に止め置いて、自らは小物一人を伴い、援軍として駆けつけた、旗野元清の居城八条城にこもった。一方、小春の軍は、不快状の合戦で勝利した、細川政権の軍と合流死刑に向けて進軍。これに、危機感を覚えた正衣大将軍足利義種は、高国、大内連合軍を引き連れ、8月16日に敬を、 離れて、丹波に逃れ、政権昇春連合軍は受落した。しかし24日には、住本軍が事務を張っていた、船岡山城が、高くに、大内連合軍の攻撃を受けて、敗北した。正より不在の伊丹城では老城戦が続けられて、いたが、行為していた赤松軍に、船岡山合戦の敗北が届くと、26日に、吉村は、 行為を解いて生瀬口より帰国していった。翌英正9年6月、高国と、ほら松井は、大物城で会談し、吉村の罪を許すことで両者の和議がまとまった。これにより、正よりは、高尾城を服した。船岡山合戦での勝利、吉村との和睦により、高国、吉岡は、安定した政権を運営し、以後八年間高国と住本の内紛は、 急戦状態となった。ありがとうございます。